皆さんこんばんは。こちらチャンネル桜北海道です。本日キャスターを務めます門間雄二です。よろしくお願いします。そして同じくキャスターを務めます若狭良子です。よろしくお願いいたします。お願いします。 F 分の1の揺らぎです。な、F 分の1の揺らぎですか。今日の雨が、今日の雨ね、心地よかった。ちょっとね、で、今もちょうど気温はね22度ぐらいなんで、もうだいぶ眠い病が出てきてるんですけどもねうつらうつらしますね、いや本当確かに雨の音ねいいですよね、いいですね。本当に激しいのじゃなければ、あと電車の音とかね、電車の音、ガタンゴトン、もうすぐ寝ちゃいますけど、ね、眠らないようにします。そうですね、気をつけて楽しく、やりましょう。パキパキと、やってまいりましょう。それでは今日のメニュー、本日のメニューを紹介いたします。まずは今日の北海道、最近起きた興味深いニュースを紹介していくコーナーです。そして今日の特集です、香港に吹く風、冬秋夏、冬強化、以上の2本立てでお送りいたします。はい、チャンネル桜北海道は道民による道民のためのインターネット放送です。常に皆様と共に歩んでまいりたいと思いますので、ご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。というわけで私たちはチャンネル桜北海道を応援してくださる方を募集しています。チャンネル桜北海道は大企業や組合、宗教団体などからは一切支援を受けておりません。北海道民、国民一人一人に支えられて、日本の国益を根底にした番組を制作しています。他のテレビ局では報道されない北海道民、日本国民にとって本当に大切な情報を常に考えながらこれからもお送りしてまいりますので、どうぞ皆様のご理解とご支援のほどよろしくお願いいたします。お願いします。では具体的なご支援の方法です、チャンネル桜北海道では100人委員会を立ち上げております。賛同者、広告主といたしまして、毎月一口1万円の会費を頂戴しています。何口でも可能です。毎日放送している番組の中で7秒間のコマーシャルを放送いたします。ですがコマーシャルの掲載は不要ですという方の支援も 大歓迎です。毎月20回でも放送することになっております。また月々のご支援なんですが、ちょっと毎月は大変だなという方の単発のご支援も心から大歓迎しておりますので、ぜひ今月は余裕がある、よしチャンネル桜北海道を応援してもいいかなという方はご支援いただけると大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。詳しくはホームページをご覧になってください、またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで本日も始めてまいりましょう、まずは今日の北海 道、なんですけど、ちょっとですね、今日は北海道新聞さんから、東進さん、東進さん久しぶりです、なんかたまに特に小野寺まさるさんと本間奈々さんが同心の記事をね、ピックアップして、お届けしているんですけど、それを聞いていると、いやもう一回同心撮ってもいいかなって思う時があってなんていうのなんかこんなニュース載ってるんだ、どれどれっていう、そうそう面白いから、東スポみたいなそう、東スポみたいな感覚で、っていうのはあるんですけど、今日でもこれね、ちょっと見出しいいですか。高級水産物ドライブスルーでという見出しがありました。ドライブスルーで、ね、北海道といえば高級水産物、だけど、昔ありまして、昔ありましたけど、なんかで見たな、結構自動販売機でカニ売ってるとかね。またいやいや、ありましたありました、自動販売機でカニとは、カニ、カニ、渡り鰐とか毛が、本当にでゴトンって落ちてくるないよ、あったの見たことあるかな、僕が見たんじゃなくて、なんかで見たな。あ、そうですか、缶詰じゃなくて、なくて、丸々、うわー、ならではですね。夢見てたのかな。え、じゃあ5000円札とか1万円札とか入れて、いや1000円札何枚か、何枚かってね、でもそれなんか今あったらちょっと夢があるかもしれないですね。ね、でも新鮮なとこじゃないと無理ですよ。まあまあ確かに、でも冷凍って分かんないでありました、確かに。あ、そうなんですね、ちょっと面白いかもしれない、そうではなくてドライブスルーではなくてドライブスルーなんですけど、このコロナ禍で、観光客需要が激減した道産の高級水産物を地元客向けにドライブスルー方式で販売する動きが現在と北海道内で広がっているということで、対面の販売を、避けられるというのと、感染リスクを下げる狙いなんですが、従来より割安で提供するお店があって、週末には車の行列ができるところもあるそうです。ということでね、例えばなんですけど、佐藤水産、有名なところですね、佐藤水産寿司が、今月7日から
道産のイクラやウニなどのお弁当10種類とおむすびのドライブスルー販売を始めて、うん、とても高級食材を今そのコロナ禍で自粛中なので家の中でせっかくだから高級食材をっていう家庭が多いみたいで、はいはい、そういう方からの需要が多いんですね。千歳市内のこの本社の駐車場で販売を行っているそうです。ほう、また通常よりも2割ほどお安いということが、はい、なので人気が出てるんですね。また他の会社さんで、あ、札幌市中央卸売市場、うん、はい、あちらでも北のグルメというところが食堂があるんですけれども、はい、そこで道産のカニや粒など、うん、およそ20種類を食堂隣接の駐車場で販売しているそうです。でこちらもすごくカニとかね、魚とかもその注文を受けてからさばいたり茹でたりするので、はいはい、とても新鮮で美味しいということで人気があって、まだまだしばらく続けたいということなので、海産物好きな方はいいんじゃないですか。大好きですね。ね、はい、嫌いな人あんまりいないと思いますね。留萌館内の増毛町、増毛、はい、の遠藤水産でも甘エビやタコなど10種類以上を販売しているということで、今まで増毛の魚を食べたことがないという人にもどんどん売れているというかリピーターがすごく多いそうです。でもこれ今私水産物って言いましたけど、うん、一番最初に、先駆け的に北海道でこのドライブスルー販売を始めたのは、うん、青果が先だったそうですね。野菜とか果物ですか。あ、なるほど、はい、はい、はもうリピーターが大半いて定着しつつあるということで、皆さんのね、それ誰かいるんですもんね。お金入れてってくださいってよくあるじゃないですか、ね、それはよくありますけどね、はい、誰かいると思いますよ。いるんですね、はい、ドライブスルー、ドライブスルーっちゃドライブスルーまあまあ、そうですけどね、はい、はい、でもせっかくなのでいちいち車から降りずとも、はい、その店員さんとお客さんがそんなに近い距離じゃなくても買えるということなので、うんうん、週末ぜひお車をお持ちの方はご利用になってはいかがでしょうかということでね。で、 ね、うん、いやでもさっき の自動販売機も、はい、もしどこかでお見かけの方がいたらぜひでもね、このお話と言いますけど、この状況下でね、まだ僕もちょっと不思議なことがあるなと、不思議なことって言ったらおかしいですけども、はい、札幌市内の中央区では今ホテルなんか確か15軒新設してるんですよね。え、15軒新設、はい、新しく作ってるはずなんで。そうですか、はい、で今すごいな、そんな、どういうことですか、大丈夫なのかと思って。何を見込んでるんだろう、わかんないです。で閉まってるとこは閉まっちゃって、もう撤退するっていうとこは撤退しちゃってるんで、うん、それ日本の企業、わかんないです、わかんないの。 15軒っていうのは聞いてますね。うわ、札幌市内、中央区内で中央ですね、はい、という話は聞いてますん です、この間ニュース出てましたんで。15件って多いですね。多いですよね、15件だと思ったな確か、うん、いや日本の企業だとして、はい、そうやって新しいホテルが建てられてね、うん、盛り上がっていくのはとても喜ばしいなと思うんですけど、スーパーホテルとかああいうところはね、まだやっ、スーパーホテルって何ですか。すごい格安なホテルなんです。ただそれでもちょっと従業員の扱い方にちょっとっていうところもあって、いろいろ問題も少し出てきているところではあるんですけども、うん、新しく建ってるところは結構多いですけどね。そうなんですね。あ、じゃあちょっとその15軒のホテルもなんとなく、うん、確か15軒だと思った。11軒じゃないの、15軒すいません間違ってた。いつなんていうかオープンになるんでしょうね。ね、うん、注目していきたいところですね。はい、はい、以上今日の北海道でした。続きましては特集です。
はい、それでは特集です。特集ですね、まあ、香港に吹く風、東州か東京か、ね、はい、まあ、東州と東京っていうのは、まあね、倒す習近平、倒す共産党っていう方ですけども、うん、そうですね、漢字を見ればそうなのかなと思いました。そうですね、うんうん、でも先日中国の全人代で香港に対する国家安全法ですか、はい、あれが可決されて、まあ、日本と中国のメディアはそんなんでもなかったでしょうけども、うん、世界中では大きなニュースになってましたっていうことなんですけども、うん、それは皆さんご存知だと思うんですが、まあ、香港基本法23条でですね、香港自らが国家安全の条例を制定することになってますが、うん、いつまでたっても香港政府だけでは実行できないんで、最終的に中国政府がこの権利と責任を実行することになったっていうのが中国の特有の言い分ね、うん、はい、ね、中国側の言い分はそうですね、はい、っていうことなんですけども、うん、はい、まあ論理の飛躍と僕は思いますが、はい、まあこれに対してアメリカ、イギリスなど中心としたファイブアイズですとか、はい、もちろん自由世界ですねは、この中共の大暴走にこれは不安と懸念を抱いて、まあ日本でもちょっと話題になりましたよね、うん、そんなこと日本は賛成してないみたいなことになりましたけども、うんうん、はい、まあどっかの共同通信どっかの共同通信がね一瞬驚いちゃいましたけど、はい、騙された人も結構多かったかもしれないですけど、はい、そしてさらなるこれによって中国離れっていうのは実は加速させることは想像できると思うんですよね。そうでしょうね、はい、はい、では実際に中共がこの法案に具体的にどのような内容と効力を持たしていくかっていうことなんですけども、はい、それはまあ実は今年9月に開かれる、まあ、香港立法会の選挙、うん、はい、うん、これでまあ法律決める人たちのを決める選挙ですけども、はい、9月なんですね。確か9月だと思いますが、その直前の8月いっぱいまで、この間は中国共産党の中共の動向、これを注意して見ていかなきゃならないとは思います。もちろん中国自体もこの後北戴河会議ありますから、はい、長老たちとのお話し合いありますんで、はい、たびたび番組をね、モンさんとやるようになってから、はい、北戴河会議っていう、うん、名称を聞くようになりました。それまで全然まあリゾートに集まってってやつですけども、はいはいはい、ただ香港では今月すでにですね、中国が導入を決めた国家安全法ありますけども、うん、それに基づく取り締まりのために香港警察に新部門を設立するっていうことで、はい、新しい部門を香港警察に設立して、はい、国家の安全を脅かす活動をめぐるインテリジェンス、つまり情報ですとかね、はい、そういうものの収集や調査、あとそれに随行する要員育成を行うことを発表しています、うん、はい、もう動いてはいるっていうことですね、うん、でさあそしてここに香港に吹く風なんですけども、はい、っていうのはどういうことかっていうんですけど、うん、これは香港のデモなど市民による活動のことではないんです、うんうん、はい、今回はこれは、まあ、今後国安法と言っておきますけども、はいはい、これが自由社会にとって最悪な内容でこれが実行された場合、うん、香港の立法会選挙で例えば事実上中共の立法会みたいな立法府みたいなのが誕生したら、はい、そうするとさらなる市民デモとっていうのはもちろん起きると思いますし、もしかしたら警察とかさらには軍とかの衝突になりかねないんですが、アメリカをはじめとした自由社会はでき得る限り最大限の制裁、はい、まあ、ここでは制裁と表現しますが、これは今までの中国とイギリスの契約によってですね担保されてきた香港の一国二制度、うん、これによる数々の優遇措置の撤廃ですね、うん、まあ、要するにそこから始まる、はい、で一気に行うっていうことではなく、おそらくは段階を踏みながら最大限効力を発揮するように行われていくと思います。なるほど。でまず一つはトランプが香港の経済的価値、うん、これに対してこれを捨てても安全を取るっていう決断をしたんではないかっていうことですね。すごい大きい決断ですよね。大きい決断ですよね、まあ、事実上一国二制度が破壊されたと認定したと言ってもいいと思います、うん、トランプ大統領自体は。で香港の自由を毀損したこれに対してですけども、香港の高官と中国高官への制裁も含むでしょうということで、必要な行動を取るっていうふうに言ってますから、はい、だからおそらく初めは資金とか金融とか外資とか投資とかその辺、あとビザの発行とかそういったものになってくるとは思うんですが、まあ、中共は香港にアメリカの企業が多いので優遇措置撤廃によって大きな損を被るのは米国経済だって言ってるんですけどもね、うん、はい、これはもちろんアメリカ、うん、中国の企業がアメリカ市場で上場したり、はい、あとドル建ての債券、はい、こういったものを発行する場合香港で記載するのが一般的なん で、うん、で米中の貿易戦争中の現在も香港が実は貿易の、まあ、皆さん知ってると思いますけど抜け穴の一つになってるっていうこと、うん、それはまあ
米国企業はどれぐらいあるかって、香港にだいたい1300ほど企業がありますよね。8万5000人の米国人が働いてる、そのほとんどが、まあ、重要な金融機関あるいは金融業に関わりがあるっていう。だから損するのはそっちの方だよみたいなことを中国は言うんですけどもね、はい、どうかな、はい、っていうのはそうなんです、うん、で、中国っていうのは貿易、香港の貿易企業経由で関税を回避してアメリカ企業と取引したり、うん、で中国への輸入を禁止しているアメリカが、はい、そういう製品を技術製品、まあ、先端技術の製品ですとか、うん、そういったものを香港経由で手に入れたりする方法、うん、これも若干今まで残されてたんですよね、はい、つまりこの香港の、うん、が保たれていることによって、はい、香港が本当ないと何にも全く、ね、行き来というかできなくなります、ね、そうですね。ちなみに中国の最大の貿易相手っていうとどこの国かって言ったらアメリカですよね、はい、2番目って分かりますか？2番目、はい、どこだろう。一応結構2番目に高い山とか、うん、日本で2番目に高い山はなんて言ってもちょっとパンピンと出ることもないですね。どこですか？香港なんですね。香港、香港、ちょっと待って、2番目に取引があるところが、うん、はい、貿易相手は香港、香港を経由して世界と。あ、そういうことか、はい、そうですね。そうなんです。なるほど。なんか全然見えてないですね、目の前にあるのに。はい、あ、なんですよね。そうか。なのでこの政策が変わるとちょっと中国自体は銀行も大変だしっていうのはあるんですが、そうですね、アメリカのダメージより圧倒的に中国のダメージの方が大きい気がしますね、うん、ですから暴走だって思ったんですけども、うん、でその迂回ルートがこれで完全に閉じられるっていうこと、うん、そして9月に、まあ、延長されちゃいました。前回はい、G7 そう、はい、あるっつったんですけど、うん、G10 になってこれ9月に延長っていう形なんですけども、はい、まあ、これに対して自由社会が同調すると、うん、得られれば、うんうん、そうなると東洋の真珠って称された、まあ、国際金融センター、はい、香港は消滅してしまうでしょうねっていうこと、うん、香港が消える、まあ地図からなくなるわけではないんですけども、はい、でまあ、そのせいで機能がね、はいはい、結構香港から脱出するっていう人たちはもう増えてますし、はい、すで、うん、にもうどうなんでしょうね、うん、今だからもう手持ちの香港ドルをね、資産を米ドルに換金しちゃうのに、香港中の換金ショップで米ドルが消えてしまうっていうこととか起きたり、はい、こういうこと結構起きたりして、あと起きているんだ、はい、実際、はい、アメリカ の総領事館が所有していた香港島のですね、南区にある職員の宿舎ですけども、はい、これ売りに出されたんで、職員の引き上げや資産引き上げが行われているっていう、香港の人たちの中で話題にもなったりもしたんですけども、ね、いやでもそりゃそうでしょうね、はい、もし私が同じような立場でも、はい、絶対変えてもどっかに逃げたくなります、はい、うん、でもしそれによってそういうことが起こり得たとしたら、香港から引き上げられる資金、はい、これがどれぐらいになるかというと、うん、約4兆香港億ドル、うん、4兆香港億ドル、およそ5500兆円を超えるだろうということなんですよね、うん、そういう推計がされています。5500兆円、はい、すごいが香港から引き上げられるんではないか。お、はい、それはそれは、そしてさらに金融面では次の制裁もアメリカは用意してるって言われています。そうですか。詳しい内容は後なんですけども、はいはい、国際銀行の送金ですとかね、うん、必要な、はい、国際銀行間の通信協会、これのシステム、はい、SWIFT って言いますけども、これ重要なんですけども、うん、結構、はい、あ、これが香港から、うん、要するに国際間で香港から送金できなくなってくる、はい、中国から送金するのに香港経由でやってる部分が、香港を経由しないともうどっちみち送金も何もできない。送金はできる、多少できるんですけども、うん、要するにそこでいろいろな、ね、手続きの面で SWIFT っていう、これ SWIFT についてもちょっと問題は結構あって、うん、問題があるっていうかね、これが例えば変な話すると、例えば電子通貨とかの足かせになってるっていうのもあるんですけどもね、はい、その辺はまた次回でも詳しく、うん、今度詳しくやろうとは思うんですけども、はいはい、これは覚えておいても、ちょっと SWIFT っていうのがありますよっていうのはね、これはもう日本から送金するときもそうなんで、お金はね、はい、実際途中でどんどん手数料が取られちゃって届くときにはいくらか分かんないねみたいな、まあ、大した金額の差はないんですけども、はい、それによってスイフトが得られ、スイフトによって行われていることによっていろんな銀行が手数料を取れて、だからアメリカっていうのはその、うん、そのね、それを自分のものにしておくためにみたいなね、うん、なんか問屋さんがたくさんあるわけではなくて、そういう感じだと思ってもらっても、簡単に言ったらそうかもしれないですね、うん、ただそこでいくら抜かれてるかっていうのはちょっとずつで分かんない部分がある、はい、っていうのもあります、まあ、普通の人とか小さい企業の場合ですけども、ね、うん、大きい企業は別ですけど、うん、でこういったことが起きているっていうことをね、
今回はまず一つ香港の風ということでですね、はい、はい、お送りしたんですけども、うん、次は東州か東京かっていう話ですよね。はい、そうですね、はい、それについてはまあ去年から米中貿易戦争、そして新型コロナの問題で中国国内の経済状況、これは実は中国の国内は大変なんじゃないのかっていうこと、うんうん、はい、テレビなんかに流れてるのはなんとなく中国復活してきてるみたいなこと言ってますけども、はい、そういうのしか見ないですけどね、はい、もちろん具体的な数字とか情報っていうのは中共が言うわけないんで、はい、あくまでもこれ SNS とか台湾のメディア、うん、そういったとこからなんですけど漏れ聞こえてくるものなんですが、一般の中国国民、これ共産党員じゃない人とかですけどもね、これは失業者が大変増えてる。あ、そうでしょうね、はい、で非常に苦しい、うん、その日食べるものもちょっと辛いぐらい、うん、で各地で結構これ屋台商売みたいな、はい、そういったものが多くなってきてる。なんか屋台を引く人たちがものすごい勢いで増えてるっていう、すっごい今大昔の中国に逆戻りしてるような感じですよね。はい、でさらには先月の28日李克強首相が、はい、もちろんニュース流れましたけれども中国の全人口の約6億人が1ヶ月1万5000以下の収入しかないっていう発言を人民大会堂で、はい、いろんな各国の記者いる中で会見してしまいましたってことなんですけども、これニュースになったんで記憶にある人も、ね、これポロッと言っちゃったんでしょうか。え、あ、違うのと思います。あ、はい、そうなんだ、うん、実際にこの人数になってくると例えば1万5000以下っていうふうになるじゃないですか、うん、はい、じゃああとはみんな裕福なのってなるけども、うん、じゃあ、はい、違うね、1万6000の人とか7000の人入ってないわけだから、あ、え、はい、はいはい、ですからね、うん、だから一体本当に豊かなのは何人かみたいなところはありますよね。僕たちが実際目で見てる旅行に来てたり、うん、裕福な買い物してる人たちがどれぐらいいるかっていうことはね、中国人ですね、はいはい、どれぐらいいると踏んでますか。僕ですか、うん、僕は2億ちょっと、はい、中国 の2億人ぐらいかな、中国 の共産党員の数が、うん、いや、およそ7000万人ぐらいですから、はい、なんで、うん、その家族含めると2億ちょっとぐらいかなみたいな感じで、はい、なるほどね、思ってますけどね、それを僕らが見てるだけなんじゃないかなっていうことで、実際の中身は全然違うんじゃないのかなと思います。いや、違うと思います。カメラが入れないけど、そうですね、中の方にね入っていろいろ映したら、うん、もうとんでもない映像がたくさん 見られるんだろうなっていうのは、うん、まあ、勝手な想像ですけど、うん、なんで僕はこの話は実はまあ、言わなきゃならない場面だったのではないかとは思いますけどもね、どうも、はい、でこの李克強さんのこの、うん、後々この話の中でもキーパーソンになってくるんで、はい、で習近平が実は2020年までに貧困をなくす政策を掲げていった、習近平がね、はい、2020年までに中国人の貧困はなくすんだって掲げていたんです、うん、はい、にもかかわらず李克強はこの発言したっていうこと、ここが大きくて、今年までにっていうことですよね。そうです、今年中にっていうことですね。全然、はい、はい、つまり共産党内部のパワーバランスに変化が見られてきたんじゃないかっていう見解を示す専門家も少なくないっていうこと。なるほど、はい、僕は専門家じゃないから分かんないけど、うん、はい、そして中国国内から党州ですとか東京っていう声が、うん、言葉が漏れ始めてるっていうのも、すごい、まあ、少し聞かれてることですね。中国国内で聞かれるっていうのがすごいですね。うん、うん、そうなんですね。東州、はい、ですね。東京も、東京っていうのも一部あるんですけどもね。でも注目したいのは貧困発言以前の、実はですね、3月の25日の話しますけども、はい、確か25日だったと思いますが、習近平に届けられたって言われる五郎上書っていうのがあるんですよ、はい、ある書簡が届けられた、はい、習近平に届けられたって言われるんですけども、これはまあ、その中に五郎上書、五郎っていうのは野口じゃなくてね、うん、ここにそうですね、5人の長老、はい、書いてありますけど、はい、出てきていますけども、温家宝元首相と李瑞寛さん、うんうん、それに李南星、はい、ね、で電気運、そして国慶律、うん、はい、この5人すべて中国共産党の大物です、うん、まあ、書いてあります、はいはい、元副首相とかね、いろいろ書いてありますけども、はいはい、今でもすごく力のあるというか、ね、影響力のあるんですね、はい、で彼らが言ってることについてなんですけども、うん、これは一つ目にはコロナの感染拡大の責任ですよね、誰にあるんだろう、卓球しなきゃならない、で一帯一路や軍事にこれにかかった国家の富を浪費させてしまっていると、大変赤字なんで、実はね、これは、はい、うん、まあ、黒字になるわけないんですけども、うん、お金ばっかり使ってどうなってるんだってことと、はい、あと党の
とうとうあの国の責任者としての任期、うんうん、勝手に自分で変えてしまいましたから、この遵守をしない姿勢はなぜかということですよね。なるほど。これらのについてどのように考えているのかとの内容、うんうん、つまり責任の追及です、うん、はい、これには実は50名に及ぶ中国の大物実業家たち、これも名前を連ねた署名もあったということで、うん、この中にはあのアリババのジャック・マー氏の署名も含まれていたということですね。あの習近平に異議を申し立てるっていうことですね。そうですね。でそこから何が見えてくるのかなっていうことなんですけどもね、うん、で、はい、じゃあジャックマー意外でした。そうですか、はい、うん、僕はそうでもないですけど、だってなんかいろいろ詳しいから。だって商人ですからね。あ、商人、あ、そうか、はい、金、あ、もうあのピンチになったら、はい、まあ、考えますよね、うん、そして4月の30日に公開された、さらにあの党牧法の15項目に及ぶ公開質問状っていうのがあるんですけども、はい、党項目っていう人ですけどもね、この人あの党って聞いたらちょっとピンとくる人もいるかもしれないですけども、うん、亡くなっちゃった党小平さんの3人目の妻の長男かな。あ、3人目の妻の長男、うん、まあでも息子さんですよね。息子です。今76、77、そんぐらいですけども、うん、この方の文化大革命の時代ですね、はい、この時にあの人民解放軍の追及から逃れるため、厳しい追及から逃れるために、うん、4階から飛び降りて下半身不随になっちゃって今政務は取れないんですけども、車椅子ですね、はい、ただそういう障害者のそういうあの活動の中で日本とも関わりはすごくある人なんですけどもね、よく命が助かりましたね、はい、そうですね、飛び降りてっていうのはありましたが、うん、はい、この人上海閥ですとか胡錦涛派の人とも友好的な立場にあって、あ、主に海外では無欲な最高実力者って言われてる方なんですよね。はい、これまあ派閥で出てきましたからちょっと説明しますけども、はい、あの中国には上海閥、団派、大使党、この3つの大きなものがあるって言われてますね。まず江沢民主席を中心とする上海閥、はい、これはまあ上海勤務経験者およびその一派ってことですけども、次に胡錦涛、あの前主席を中心とする団派、これは中国共産党主義青年団出身者っていうことですね、うん、そういうのがあるんですね、はい、はい、まあ青年団っていうのは結構有名なんですけども、うん、そして習近平主席を推しているというか中心とするっていうか大使党ですね、はい、これはまあ革命元老の指定、二世議員みたいなものです、うん、はい、この3つの派閥があるって言われてるんですけども、はい、上海閥っていうのは江沢民を中心としたグループで、うん、そして共産党 の、 あの青年団出身の人たちっていうのが、うん、これが団派、これは江沢民を中心にある程度これがまとまりがあるグループって言われてます、うん、はい、そして習近平を推す大使党はこれ江二代とも言うんですけども、まあ、紅二代って書くんですけども、その中でもすごいエリートなんですが、こういう人たちもいるんで、特にこの人たちってね、実はね一つの宗派としてまとまっているようでまとまっていないというところもあって、だからこういう図になるんですが、うん、この三派閥は厳密なものではなくて、例えば李元朝さんっていう人がいるんですけど、今の副主席なんですが、はい、この人たちっていうのは三派閥全てに属する幹部もいるんですよ、はい、渡り合ってるというか混じり合ってるというか、そうなんですよ、そういう幹部そうもういるんでしょうね、はい、います、います、副 首相ですから、はい、それを、まあ、たくさんいます結構、で話戻しますね、はい、次あの先ほど の、 あの党牧法さんの話ですけども、はい、この公開質問状の中にあったものがどういうものかっていうと、うんうん、武漢肺炎の隠蔽とその責任、うん、はい、本当の被害人数、あ、中国国内の、はい、ですね、はい、でちなみにこの人本当にあの、うん、中国国内にいるんですけども、はい、あの武漢肺炎つっちゃってますから、あ、そうですか、そうです、言っちゃってる人なんで、それはもう許すまじみたいな感じですよね。で、まあ、あとは香港の責任です、今の現状の香港の責任はどうなるのかっていうことと、はい、一帯一路のもちろん責任、先ほど言いましたけども、うん、あと雄安新区計画の責任、雄安新区って、いや、分からないです、例えば、はい、上海をね、が鄧小平であったり、はい、あ、鄧小平、あの香港鄧小平が、まあ、二制度みたいなものを担保してみたりとかっていろいろありますけども、うん、はい、習近平もそういう大きな町やりたかったんでしょうね多分ね、それでこの雄安新区計画って未来都市みたいのを作ろうっていう感じ、未来都市っていうか大きな ところを作ろうみたいな感じで、はい、最先端の都市づくりみたいな感じで手つけたんですけども、これ議会通さずやってるんで、はい、なんでその責任、そういうことですね、その責任で、まあ、ちょっと日本のね ある大きな企業とかもそこにはね結構携わってるところも、ね、そうですか、あるんでね、ある大きな、とても大きな、まあ後から、まあそうですけどもね、あと李文亮事件の再調査、李文亮さんっていうのはあの武漢肺炎の時に起きた時に最初に、あ、これ人々感染する、そう、お医者さん、あの亡くなっちゃったお医者さん、はい、
この再調査も行うべきだと言ってるし、はい、あと認識業の釈放ですね。で、認識業っていう人もちょっとこの人は釈放されたとも病気で倒れたとも行方不明だともいろいろ言われてるんですけども、どんな人かなちょっと簡単に言うと中国のトランプみたいな人で、ほう、うん、分身法じゃないけども任逮捕とも呼ばれてるんですよね。ドーンと撃つぞっていうとか結構どちら寄りのというかどんな感じのか、なんていうか、ね、どちら寄りっていうよりも、うん、党で、はい、ある程度党とか中国のことを中心に考えてるのかな、はい、っていう方なんで、あ、そうなんですね。なんでこの方はそういうのよくやる人なんで、ちょっと捕まっちゃってたんですけども、はい、でも今じゃあ無事かどうかがわからないんです、ね、ちょっとわかんない、まあ、釈放されたっていう人もいますけども、うん、まあ、なんといってもこの人はただ習近平を推していたはずの大使党の高二代の一人なんで、うん、その人を捕まえちゃったわけですから、はい、この人不動産の大物でもあります。あ、なるほど、はい、でもそう考えるとこの党牧法、牧法、党牧法でなく今言ったのは認識を、この方がすごく極めて普通の感覚というか、はい、まあ、こういうことを追求するのは分かるなっていう、そうなんです。だからそこから見えてくるものが果たして党首なのか東京なのかに関わってくるんですが、はい、後々ですね、はい、そしてこの言いました任志強さん、任大鵬さんね、うんうん、この人は実は習近平さんの右腕でもありますね、王毅さん、はあ、はいはい、王毅さん氏、あの人の中学校の時の学友ですよね。へ、はい、エリート学校、ずっとエリートですね、うん、でこの任志強さんどんなこと言ったかというと、政府のメディアがいつの間に共産党のメディアに成り下がったんだとか、うん、そういう発言ですとか、あとコロナで悪いのは皇帝のふりをした裸のピエロの責任だとかね、そういった発言で有名なんですよ。一部ではとても有名な方なんですけども、はい、はい、ごめんなさい、中国のトランプですよねで言われてる、ね、一部では言われてるんですけど、うん、まあ、これらは、まあ、例えば五郎上書ですとか、うん、あと党牧法の公開質問状、さらには中国の社会は改革開放前に戻るって言った人がいる、うん、5年以内に内乱起きるだろうって言って拘束されちゃった、これは中国共産党 の中央党校っていう学校ある、うん、ここの学校出ないと、はい、共産党で上に行けないんですけども、うん、そこの確か教授、助教じゃないな、教授だと思うんですけども、はい、探しても多分ネットでなかなか日本語で出てこないんですけども、蔡新って書いて蔡社っていう人なんですけども、はい、この方がもうそういうことを言っちゃって、はい、まあ捕まっちゃったんですけども、うん、などによって中共内部の問題と党首の声が漏れ始めたっていう、そういった専門家の方々の意見がありますよっていうことで、今回これ党首っていうことでね言ったんです、はい、そしてまあ視点ちょっとずらしますけども、はい、今度中国 の一般国民の人、共産党以外とかね、うん、そういう人たちは中国国外からですけども、もちろんこれも知ってる人いると思うんですけども、元サッカーの中国ナショナルチーム代表で最多得点記録保持者、各回答、はいはい、ニュースで見ました、インターネットニュースで見ました、はい、この方実は奥さんが楊少明さん、楊少明さんでシドニーオリンピックの時にバドミントンの銅メダリスト、中国の代表 で、 そうなんですね、はい、この夫妻なんですけども、うん、あと実業家の郭文貴さん、うん、まあ、中国から出てね前よく郭文貴さんは、はい、この人王毅さん大嫌いで、はい、よくガンガン言ってたんですけども、本当かどうか分かんないことまで言ってたんで、この方と、あとアメリカのスティーブ・バノン氏、スティーブ・バノン氏っていうのは2016年アメリカの大統領選挙で、まあ、選挙対策本部長任命された後、はいはい、うんうん、2017年から約半年間ですね、トランプ政権で首席の戦略官兼上級顧問を務めた人ですよね。この人メディアの関係の人 で、はい、で結構僕前ちょっとフェイスブックであげたのかな、こんなドラマありますよって言ってあげたんですけど、ただで見れますよって言って、そうですね、ファーウェイ の、はい、お話をね、はい、あれやったのもそう、ね、スティーブ・バノン氏なんで、そうなんですね、はい、まだアップされてますか、あ、どうだろうな、確認してませんが、はい、確認してみます、はい、なんですよね、うん、でこの人たちが実は6月4日、うんうん、まあ、天安門から31年の6月4日に中国共産党の打倒と新中国連邦の樹立っていうのを宣言しましたねっていうことなんですけども、あ、そうですか、はい、へえ、これはもう中国国内でも話題になったんですよ。もちろんだってサッカー選手として、まあ、そうですよね、各回答っていうのはナショナルチームで、ね、うん、でスペインにいたはずなんですけども、この人大変有名な人で、知らない人多分いないと思うんで、はい、ただ現在ですね、中国の SNS、 例えばウェイボーなどでは、うん、これは消去されて、もちろん消されて閲覧できなくなっています、う
ですが、こういった声っていうのはまさに東京共産党を倒せみたいな声ですね、はいはい、こういったものが上がってきてる。ただこの東京に関しては可能性はね、実現性はかなり低いとは思うんですけどもね。まあ、以上、まあ、香港に吹く風、東州か東京かという特集でこういったお話してきたんですけども、最後に先ほどキーパーさんと言いましたけども、李克強首相について少しだけ、はい、もちろんあの中国政府の首相ですよね、あの共産党の実質ナンバー2ですよね、はいはい、でその人柄っていうのがどういうものかっていうと、うん、どうも習近平さんとは真逆のようですねっていうのがよく言われてまして。真逆ですか。結構真逆で、部下を決して怒鳴りつけることはせず、公私で他人の悪口を言わず、周囲に常に笑顔を見せていると。でまたかつて共産党 の, あの主義青年団、はい、先ほど出てきましたけども、はい、ダンパですね、はい、にいた頃に胡錦涛さんが上にいたんですけども、胡錦涛は李克強の人柄を見込んで青年団の初期候補に抜擢したって言われてます、ね、人間性で。また頭いいんです、この人。あのエリートと、すごいエリートじゃなくて、叩き上げっていうか自分で勉強して上がってきた人なんで、すごい知能が高いとは、知能が高いとはおかしいな、怒られちゃう僕ごときがそんなこと言ってしまったらでもとてもスマートというかクレバーというか、はい、で青年団時代の幹部によると、うん、李克強は敵を作らないタイプだったっていうふうな話。そしてこんな話もあるんですよ。学校部長であった頃にある部長との意見の対立があった、うん、意見の違いで対立したことがあったんですけども、はい、その後李克強が出世するわけですね、はい、であの中国の中央第一書記になるわけですけども、その後その時に部長は震え上がるわけですよ、うん、もちろんだって喧嘩した相手が偉くなっちゃったんですから。あ、そうか、はい、でそして中国で中国共産党ですから、うん、でその部長は報復大変恐れてたんですけども、うん、ある日李克強は彼を呼び寄せたわけですよ、そうすると人事異動があるという話で、うん、その際になんと彼の昇格を伝え新しい感謝の鍵を渡したっていう逸話があるんですけどもね。結構大人物かな。まあまあ日本にとってはってことなんですけども、うまそうですね。だけどそのそうですから、うん、そううまそうですね、はい、それが まさしくその通り当てはまると思うんですが、本部長はほっとしたでしょう、うん、でしょう。そしてまあおそらくついていくってなったと思いますけども、ね、そうですよね、一生ついていきますっていう割とそういう感情になるのかもしれない、うん、じゃあ日本と李克強のつながりなんですけども、うん、これちょっと言っておきますけども、今から35年前の1985年、はい、外務省の招きを受けた中国青年団代表の副団長として中華青年全国青年連合会か、はい、全青連、これ主席であったのは胡錦涛なんですけども、この人と一緒に副団長で来日してるんで、訪日してるんですけども、その時会ったのが、これはあの全然あの新しい写真なんですけども、はい、ちょっと違うんですけども、その時会ったのが誰かっていうと、政教新聞社を訪問して池田大作氏と会談しています。はい、そしてその後当時外務大臣であった安倍晋太郎外務大臣とその秘書官だった安倍晋三、はい、今の日本国総理ですね、はい、彼らと晩餐会を共にしています。30年以上前ですけども、で月日流れて1992年、はい、また再来日したんですけども、うん、この時にはね、この年に確かね、先ほど あの学校って言いましたよね、党の偉い人になるための学校って言いました、はいはい、そこで少し勉強してたんですけども、その後に日本 あの東北に訪れまして、うん、岩手県ですね、はい、岩手県を訪れて、はい、小沢一郎氏の自宅でホームステイしたそうです、はい、そして一昨年ですね、はいはい、2018年の5月、うん、北海道に、ね、そうですね、総理就任後初めて訪日した李克強は東京の迎賓館で安倍晋三内閣総理大臣と会談し、うん、はい、そして当時の天皇陛下ですね、今の上皇様とも懇談したそうで、はい、ここからちょっとうっと思うんですけども、はい、そうなんです、習近平主席は未だかなわないんです、天皇陛下には。そうですね、ですが李克強は当時の陛下、今の上皇陛下にすでにお会いしているっていうこと。はい、そうか、ちょっといろんなことが見えてきますけども、そしてさまざまな協定を締結して、うん、北海道の視察に安倍総理とともに来道しました、うん、あの時はちょっと憤りがありましたけど、はい、エコリン村なんていうところで昼食を取ったなんてニュースも流れましたけども、はい、でこの時にはトヨタの工場を訪れて、うん、日本の、ね、大企業ですね、はい、トヨタ昭夫社長が出迎えていましたということなんですけどもね、うんうん、つまりいかがでしょうかってことなんですよ、はい、李克強と日本の関わり、簡単にですが時系列的にこうやって紹介するとちょっと面白い、そうですね、面白いって言ったらおかしい、僕は面白いなと思って見ちゃいますけど、そうですね、しゅうちゃんドキドキみたいな、そして、うん、そうです、だから李克強が一体どういうものなのかっていうと、僕は基本的に彼はどういうタイプかっていうと、うん、
策略かっていうか、うん、軍師、はあ、そうなのかもしれない、軍師なんじゃないかなとは思いますけどもね、個人的な意見ですけど、はい、ただこの軍師李克強の描く中華がどのようなものかっていうものは、うん、まあ、見たいような見たくないようなっていうところですけどもね。そうですね、はい、一体どういう思想でも本当に持っているのかが気になりますね、はい、そうですね、うん、まあこう流れて見ていくとそういうことになるかなとは思いますけれども、ね、ということで今回はちょっとね、すごく本当はもっと深くなっちゃうんですけども、うん、調べると、はい、まあ、今回は本の帯をちょっと見る感じの、はい、ダイジェストで、はい、ダイジェストでちょっと遅れさせてもらいました。はい、なんかちょっとドキドキしてきました。あ、そうですか。はい、はい、ということで、はい、本日の特集でした。はい、東宗家東教家、はい、ということで以上特集でした。ありがとうございます。はい、ということでお知らせがあるんですよね。はい、今回お知らせがございます。うん、久しぶりのキャスターと語る会が、おー、すごい、はい、自粛を超えて、復活いたします。第9回キャスターと語る会は6月28日日曜日、今回はですね、初めてでしょうか、南区で開催されます。はい、南区民センター2階の視聴覚室 AB で、6月28日日曜日夕方、6時15分からとなっております。うん、会場は6時です。会費はですね、会場費といたしまして500円頂戴いたします。うん、で、講師なんですけれども、水島悟社長、澤田栄一さん、はい、小野寺勝さん、はい、川田忠久さん、うん、そして本間奈々さんということで、もう勢ぞろいですね。勢ぞろいですね。これは美味しいです、ね、久しぶりのキャスターと語る会なので、ぜひこっちから見てみたいね。何お客さんとして見てみたいなと思いますよね。そう、山なので、うん、はいはい、もう南区ですし、私近いの で放送するときに多分だって言えないこといっぱいあって、またぶつぶつになっちゃうんですよ。おそらくそうなんですよ。はい、ぜひ絶対言っちゃうに決まってるもんね、うん、このメンバーは、ね、行かないと、うん、参加しないとわからないというか、聞けない話がたくさんあるので、ぜひご都合のつく方、お越しいただきたいんですが、今回はですね、新型コロナ対策といたしまして、武漢肺炎対策として名簿を作成いたしますので、はい、ぜひ身分証明書と、そしてそれから各自マスクをご用意ください。うん、身分証明書の緊急事態宣言などが発令された時に、ね、必要になってきますので、はい、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。東京なんかまだ多いですからね、出てる人ね。そうですね、続々と東京から来るのかな、水島社長、どうなのかな。はい、続きまして、はい、国盛州北海道の街頭演説のお知らせです。6月20日土曜日午後2時から4時まで紀ノ国屋書店前で行います。自由人権よりも金儲けか、香港に自由を、うん、はいはい、消費税 0% 財政出動100兆円ということで、はい、弁士は本間奈々さんが確定しております。澤、はい、田先生はちょっとまだ、確定していないということで、はい、20日土曜日です。ぜひ、皆さんに足を運んでいただきたいと思います。応援よろしくお願いいたします。そしてですね、同じく6月20日なんですが、うん、三橋貴明さんの三橋経済塾第9期ということで、はい、うん、その6回講義開催されるんですが、その中でなんと札幌会場でゲスト講師として小野寺勝さんが、はい、登場されるということで、こちら一般の方も参加が可能なんだそうです。ぜひ興味のある方、経済のことを学びたい方は、うん、三橋塾の、うん、ホームページなどでご確認なさってください。はい、ということでお知らせは以上です。はい、ということでね、今日はちょっと、はい、特集長くやっちゃいましたけど、うん、いやでもね、うん、中国の話はとても興味深いというか、うん、今日は私でも分かるぞって、いや、止めました、はい、まあ、ただね、例えばですけども、今回ね、こういう話っていうのは続きものが結構ずっとあるんで、うん、はい、予想されるものとかね、今後こういうふうになるだろうなっていうのはね、大体こう見えてくるものもだんだん出てくるんで、そうでしょうね、はい、いろんなこと分かってる方はそうかもしれない。もう私はもう常にドキドキしながら、うん、でも次回はもうね、うん、そしたらやりましょうか、今度は。何ですか。例えば昔ね、裏が湾に黒船来たじゃない、はい、まあ、それがきっかけになってペリさん、はい、維新になって変わっていくっていうね、はい、そういう活動になっていって日本が開国したってありますよね。あの時に実は、見に行こうとして、目視してるのに見えない人もいたっていう話聞いたことあります？見に行こうとしたけど、うん、そこで目の前に黒船が浮かんでるんだけど、うん、わあ、あれだあれだ黒船だってそんなもん浮かんでないぞ、見えないぞって、なんですか？そういうことがあった。つまり脳は意外と自分の認識以外のものを見えないとかね。ああ、面白い。待って、それはあるんだけど、はい、今まで一回も見たことがないから、
見えない認識しないんですねっていうお話もあるっていうので、そうですか、面白い、うん、ただね、それと同じように、うん、まあ今の時代になってやってくる黒船も実はあるぞっていうことで、はい、つまり見える人には見えるけど、うん、見えない人には見えない黒船は来るんじゃないかっていうことで、次回はこう黒船ってやってみましょうか。そうですか、はい、ぜひよろしくお願いいたします。決まっちゃった、はい、決まっちゃいましたね、はい、ぜひお楽しみになさってください、はい、ということで以上、こちらチャンネル桜北海道でした。明日もどうぞお楽しみに。お楽しみにありがとうございました。ありがとうございます。